ローラン・ユーグ・エマニュエル・リュキエは、フランスの司会者、コメディアン、セーヌ・マリティーム・県ルアーブル出身、風刺的な芸風で知られる。ジャーナリスト、テレビ・ラジオ司会者としても著名。90年代に、ゲイとして、カミングアウトし、2012年に10年来の、同性パートナーとパクスポーで、民事連帯契約を結んだ。2012年10月13日、 フランスの国営テレビ局であるフランス2の番組オンネパクル氏において日本が勝利したサッカー親善試合について触れ日本代表ゴールキーパーである川島栄二を称賛するコメントを述べた直後腕が4本生えているかのような合成写真を写した上で福島の影響があっても私は驚かないと発言したこの発言について藤村治内閣官房長官は フランス側に公式に抗議し、これを受けて、フランスに社長、ジャン・デベイヨンは、在仏日本大使館と報復していた、黒葉光一郎外務大臣宛てに文書を発送して、謝罪し、日仏外相会談の席で、ローラン・ファビウス外務大臣も、この発言について謝罪した。当人は10月17日付のルパリジャン氏において、日本の抗議で、フランスが謝罪したことについて、 馬鹿げた議論と述べた上で、私の冗談の対象は二つ。日本に負けたフランス代表と原子力災害が引き起こす結果だ私は福島の被災者に敬意を持っており、被災者については何も言っていないと釈明。一方、10月17日にフランスのラジオ局ヨーロッパ1に出演した際には、コップの中の嵐というフレーズをもじって、コップの中の津波のようなもの。 フランスのテレビが何をするかを決めるのは日本じゃないと述べ、謝罪を拒否している。また、ツイッターにおいて、日本在住のフランス人から、あなたのジョークは日本に住む、フランス人の私を恥ずかしくするものだとのコメントを、された際には、普段の発言は表現の自由によるもので恥ずかしく、思う必要はない、日本や福島の被害者を親揄したわけではなく、ゴールキーパーが、チェルノブイリ近くに住む、 ウクライナ人でも、フェッセンハイム原発近くに住む、フランス人でも、同じジョークを飛ばしただろうと回答している。次のニュースサイトでは、ローラン・リュキへの発言を報じるとともに、問題の映像を紹介している。川島栄二についての下りは、18分45秒より、ルーキア・ディー・レイップ・シュール、川島・イエヌ・パーローン・ディ・アフ・福島、ラ・リブレ・ベルジック2012年10月15日付、 二後、2012年10月21日閲覧。ありがとうございます。